はようございます。美人館杉本真理と申します。よろしくお願いいたします。本日は紙質とデザインとテクニックについてお話しさせていただきたいと思います。1年ほど前にですね、タウン市の、取材がございまして、もちろんカメラマンさんも来るわけです。その時に私がとても傷ついたことがありまして、一応担当して広告を作っていただくわけですから、ホームページを全部見たと。で、そうですね、髪質、このお店は髪の毛をきれいにする美容院ですか、間違いないです。髪の毛をきれいにするお店ですかって聞かれて、はい、そうです。で、あまりデザインとかこだわらないんですねと、この一言に、とってもおしゃれなカメラマンさんでしたけど、非常に傷つきまして、ホームページの何がその髪質ばかりにこだわってデザインを重視しない店なのかっていうのを見直したんですけれども、やっぱり、デザインっていうのはやっぱり髪、ヘアスタイルとかね、そんなも載せてるんですけど、スタッフのページに載せてるんですけれども、やはり一番トップページに来るのは髪質の話とか、そういうことが多いっていうことなんでしょうねと思いながらあれなんですけど、いろんなお客さんを見えるんで、デザインのかっこいいスタイルをしたいっていうお客さん見えると思うんです。これはもう間違いないです。いつでもみんな誰だってかっこよくなりたいし、綺麗になりたいっていうのは本当に間違いのない話なんですけれども、私の店としては、美人館としては、やはりデザインをきれいに作りたいってなった時に何が必要かっていうと、そのデザインを作るための髪質がとても必要なんです。じゃあ髪質の悪い人はかっこいいヘアスタイル諦めろっていうことなのかっていうところが、すごく私としましても非常に嫌で、どんな人でもかっこいいデザインとか素敵なヘアスタイルを楽しんでもらうためには、やはりまず髪質というところに、特化したこと、考えを持たないといけないんじゃないかなっていうことで、当店は創業28年になりますけれども、もう28年前から髪の毛が傷むとか、髪の毛がもうそういうのはもう大嫌いでした。だからデザインを作るために、例えばそぎがものすごく流行った時はありますけれども、そのそぎを入れるということが、うまく入れられたらかっこいいヘアスタイルは作れるんですけれども、もしもそのそぎの入れ方が下手くそだった場合に、髪の毛はとても絶対にかっこよくならないということも分かってましたので、そぎの流行には乗らず、私はその時にゾーンカットっていうんですけど、ゾーンでカットをするっていうことを考えました。なので、うちのスタッフに関してはあんまりそぎを入れさせていません。それはなぜかというと、そのデザインはその時はかっこいいかもしれません。でもお家に帰ってお客様がどんなことをされるかわからないんですよ。だから髪質をまず保つ、もしくは向上させるというところを根本に考えてデザインを作っていくというところが、うちのお店の考え方です。そのために何が必要かって、テクニックですね。テクニックは、もう毎日毎日磨かなければ絶対向上することはありません。かといってそんなに人間ね、集中力の持つものでもないので、何のためにコンクールのことでもね、コンクールばっか出て、っていうのもすごくちょっと言われて傷ついたことあるんですよ。コンクールばっかりやってって何が悪いんやと思いましたけど、コンクールに強制的にフォトコンテストだとか、出しても落ちてくることもありますよ。こうフォトコンテストに出させたり、それから年に数回あるカットのコンクールには出させたり、いろんなことをやって、コンクールをすごく力を入れている理由はテクニックを磨くためなんですね。やっぱり、髪質、お客さんの髪質が良くなりました。そして良くなったから、じゃあ望み通りのかっこいいヘアスタイル作りましょうよってなった時に、そのテクニックが、美容師の持つテクニックがダメでしたら、とてもじゃないけどお客さんがその時、美容師ですからその時はかっこよく作るでしょう。でもお客様がお家に帰った時に再現性のあるヘアスタイル、ご自分でもできるっていうことを考えると、やはりテクニックは絶対重要なんですね。ですから、うちの店は髪質にこだわっていてデザインを重視しない美容室なんじゃないかなって言われたことを、ものすごく傷つきまして、デザインを作りたいから髪
紙質を、お客様の紙質をきれいになっていただきたい。そして、コンクールを頑張らせる、まあ、私自身もコンクールは、2000年からずっと出てるんですけれども、コンクールを頑張るっていうのもやっぱり何かを目標にして、一つ一つの目標があって、練習を重ねることによってテクニックって伸びるんですけど、何もないのにあのテクニックってなかなか伸びないんですよね。ですからそのテクニックを伸ばすために、まあ小さな挑戦ですけど、挑戦してそこまで頑張って伸ばせるっていう、この短期間でテクニックを向上させるための、だらだら15年やってたって下手な人はいつまでも下手くそなんですよ。でも集中して3ヶ月、集中して3ヶ月っていうことを何度も何度も繰り返すと、あのやはりテクニックは急激にガッと向上するっていうことを、私自身が経験の上分かっているので、スタッフですけど頑張らせているという次第です。ですので、まあ、何が言いたいかというと、やはり髪の毛、いい髪の毛を作るためには髪質、テクニック、この2点がなければいいデザインは作れないということで、美人館は挑戦し続けるお店であるということを、お話ししておきたいなと思いまして、ホームページとか見て、あ、髪質だけにこだわってデザインはっていうふうに思われるのはすごく傷つきますので、今日は言い訳をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。